こん今回はですねお金の正体お金とは一体何なのかというですねお話の方をさせていただきますはいえー、まあ縄文時代もですね今もですね紀元前も変わらないのはですね経済っていうのはですね価値と価値との交換なんですねまあ簡単に言うと物々交換そこからですね今もですね全く変わっていないんですねはいで要は海の民と山の民がいてですねあの山の民はですね 魚とかね、取、えー、れないですね。なぜかというと、海がないからなんですね。逆に、海の民はですね、山で取れるものはですね、持ってないんですね。なぜかというと、山がないからなんですね。だからですね、お互いに持っていないもの同士、まあ、これ、余剰価値っていう言い方できますかね。 持っていないいななもの同士を交換しようってことこんですね、はい、だからですねあの魚持ってる人と魚持ってる人同士は、ね、交換しないんですねということなんですこれはですね今の経済も全く変わらないってことなんですねはいそれで一番最初ですねだから物ブツ,ブツ交換だったんですねただですね物々交換もいいんですけど物ブツ,ブツ交換はですね非常に面倒なのはですね 重さがあったりとかですねやっぱり魚1トンとかですねやっぱりなかなか交換するのは難しいですしあと保存ができないってこところなんですね。はい ということなんですね。なんでですね、あの、物々交換からですね、まあ、石とかですね、まあ、よく遺跡なんかに出てきますけど、貝殻とか、ね、葉っぱとかですね、まあ、いろいろ民族によっても違ったと思うんですけど、まあ、そういったものを代用したんですね。ただですね、これがですね、ちょっとね、問題なのはですね、やっぱ偽造ができちゃうということなんでしょうね。はい。石の輪っか、お金を模して石とかですね、まあ、自分で作れちゃうと。 いうことなんでですね結構長い間日本は特にですね長かったのはお米ですねはいだから例えば加賀百万石とか百万石って何ですかってこのお米の取れる量だったりするんですねでこのお米っていうのはですねまあ要は保存が効くっていい点があったんですねしかも食べれるっていうですねお米そのものに価値があるっていうですねはいまあちょっとブツブツ効果になっちゃいますけどねということで それなんでですねまあそういう時代も長かったんですその次がですねでも貨幣っていうのが生まれたんですねはいこれはですねこのお金そのものに価値を持たせようということでですねだから金貨とかですねあの小判とかですねはいというふうにですね、まあ、偽造してもいいんですけど偽造しても、まあ、金は金ですからということでまあこの貨幣ができたんですねただですねこの金貨銀貨もですね非常に素晴らしいんですけどこれ未だ持ってですね非常に価値があるものですけど まあいかんせん重い重ってことですよね、はい、なんでですね、まあ、その後にね、まあ、これ紙幣っていうのに戻ったんですよ、まあ、だから今紙幣の文化になってますねでもですねこれねよく考えてみるとですねこの元に戻ってるんですねっていうのは紙幣そのもの紙そのものには全く価値がないだから葉っぱとか貝殻とかですね石とかですねを貨幣の代わりに使ってた時代とですね同じように元に戻ってるんですね。 はい、ただ、一点違う点はです、ね、あの今、ねあの、お札持っている人はです、ね、手に取って見てもらうといいんですけどこれ、有価証券というんですかね、まあ、ある意味、ね、借用書みたいなものなわけですよあの国家がです、ね、発行しているですねそこにです、ね、何かをこう担保するとかです、ね、これを持ってきたらです、ね、何かと金と交換するとかです、ね、そういうのが書かれてあるかどうかです、ね、隅々まで、ね、見てほしいと思うんですね。 これ全く書いてないんですね。書いてあることってですね、まあ、1000円なら1000円とか、1万円なら1万円、あと番号が振ってあって、日本銀行券とかですね、はい、書いてるだけなんですね。はい、これを、えー、普通、証書にですね、いろいろ書いてあるわけですね。何月何日までに、ね、お金を返してくださいとかですね、金利は何パーセントですとかですね、あるんですけど、これ一切書いてないんですね。はい、ということはですね、 このお金そのものにはですね、何の信用も価値もないという言い方もできるんですね。はい。まあ一応ですね、国が担保しているよって言ってますけど、あのー、まあ約束してるわけでも確約してるわけでもですね、そこに何が書かれてるわけでもないですからね。ということなんですね。ということはお金って何だっていうとですね、ある意味ですね、現幻想なんですね。脳の中でお互いに信用っていうね、言葉は綺麗ですけどね。というふうにですね、 えやっている信用取引の証書とうことになるんですね、はい、なんでですね、あのー、僕はねこのお金のことをね何て呼んでるかというとですね、まあ、交換券って呼んでるんですね、はい、だから交換するためのですね媒体になるんですねその媒体がですね今の時代でいくと非常に増えてきて電子通貨であったりとかですねあ、まあいう金あのスイカとかですね、まあ、セブンイレブンとかですね、まあ、いろんな会社でですね出てますけどねというふうにですね その価値と価値の交換をする媒体が、えー、まあ、変わっているというだけのことなんですねはい。で、これちょっと話ですね戻すとですねまあ、この講座はですね皆さんがどう生きたいかということを実現する講座でもあるんですけどそれはなぜかといったらですね まあ皆さんそれぞれですねこういうふうに行きたいっていうのがあると思うんです自由に行きたいとかですね、まあ、自分が好きなところに行ったりとか好きなことを学んだりとかですねそれを好きな時にやりたいとかですねはいただですねそのためにはですねお金がいるんですねお金という価値効果の媒体を相手に渡すことによってそれと交換してもらえるまあ飛行機に乗りにしてもですね飛行機会社にそれを渡すことによって飛行機に乗れるというね価値を与えてもらえるとこなんですけどはい で,なんでででなんすね何が言いたいかというとねお金がどうのこうのとかですねどうしたらねお金がたくさん集められますかというよりもですね一番最初にですねこれすごく大事なことを言いますけどどう生きたいのかということを皆さんに、ね、決めてもらいたいんですねだから例えば孫社長みたいにですねこの鉄腕アトムの世界じゃないですけどねロボットの世界を作りたいなと思ったらですね やっぱり借金15兆円ぐららいいいしなななとでですすねね全然話にならないんです、ね、だけど皆さんがですね皆さんほとんどの人はですね自分がこう行きたいなと思うことで15兆円必要な人はねほぼいないと思うんですねなのにですねあのほとんどの人はですね際限なくお金がもらえたらいいなっていうふうに無意識に思っちゃってるところがあると思うんですね。 はい、それはなぜかというと自分がどう生きたいのかということがです、ね、決まってないからなんですね。はい、これちょっと、ね、整理して順番でお話しさせていただくとです、ね、1番が自分がどう生きたいのかってまずここですね、はい、ここがもうすべてのスタートですでこれが今はあんまりちょっと分かんないなと思ってもですね、まあ、決めてください、はいはい、で2番目がです、ね、そのためにいくら必要なのかなということなんですね。はい で、そのためにですね、3番ですね、はい、何をするのか、まあそのお金を集めるのにどういうビジネスをするのかっていう、この3つ、これが全てなんですね。はい、この1、2、3が全てです、はい。この3つの質問にね、えー、ぜひね、ちょっとあの一度この、ね、動画を止めてもらってもいいんでですね、あのちょっと。 考えていいいいただけるとでいいですねはい、でこの逆のパターンの人が非常に多くてですね、一、ま、応、あ、決めずにですね、まあ、2はですねいくら必要なのか、まあ、再現なくもらえればもらえるだけ欲しいということなんですね、で3はでそのために何をするのかって,言って楽そうで儲かりそうなものをやりたいっていう、ですねそこに入っていっちゃうんですね。はいでですねこの 3のですね、まあ、そのために何をしてどれだけ必要なのかっていうのが結局ね利益になってくるんですねはいなんでですねよくビジネスでね売上げ側とか売上至上主義とかですねいう人いるんですけど売上はどうでもいいんですねはい皆さんが欲しいのはですね利益だと思うんですよねはいだからお金が欲しいねお金がこれだけ必要って言ったらですねそのお金ってもっと細かく定義すると利益のことだと思うんですよねはいだから売上がですね 1000億ありますって言ってもですね、赤字が2000億ありますって,って、これお金ないってことですね、マイナス2000億になってますから、はい、1000億が入ってくることは事実ですけど、えー、3000億出てってることが事実なんで、これはお金ないって言い方ができるんですね。はい、だからですね、これ利益から考えるっていう、ね、考え方も、ね、癖にしてもらいたいなと思うんですね。これはですね、あのビ,ビジネスのポジショニングの講座の方で、利益の、ね、出し方。 あの利益を出す唯一の方法というねあの講座の方ありますねそちらの方もね是非ね受講していただけたら良いかなと思います。で次の講座はですね、あのー、皆さん誰でも知ってる有名な方のどう生きたいのかというねお話をさせていただきます。